自分のこと考えて企画考えてみたいな、失敗したら失敗したでもう何もないし、一度成功してもその後はもうオワコンって言われるしみたいな、絶対そういうストレスあると思うんだけどさ、それを一概にね、ね、楽でいいよねって言っちゃダメだからね、言われがちですけどね、そういうのはね。本当に天才はいるけど、そういう努力をせずにさ、なんかポンと成功できちゃう天才はいるけど、結局ね、どんな天才もね、どっかで努力してたりしますからね。で、別に SNS に私はストレスを感じてるわけじゃないけど、プレッシャーは感じんのよ。いつでも更新できるよっていう、私はいつでも準備万端ですぜっていう、昨日のおしゃべり会でそんな会話があったの。いや違う違う、全然別にファンの人に言われたわけじゃない、そう、まあ、どっちかというと家族との会話だけど、そうそう、ね、ここは実家の自分の部屋です。まあ自分の部屋なんだけど、もう今実家にいることが少ないからほぼ自分の部屋じゃなくなってきてる。いや待って、めっちゃゆっくりやってるけどそんな時間ないんだった、すいません、急ぎまーす。まあ、今日は夜23時台に配信できたらいいなと思ってる。23時からはちょっと間に合わないかもしれないけど、わかんない、それはちょっと何とも言えないんだけど、まあでも今日はねしっかり寝れたから多分元気よ。今日も舞台稽古だよ、もちろん、もうほぼ毎日ですね。あ、やばい、なんか上着ないんだよな、可愛い上着ねえのよ、なんかミリタリー系のしかない、なんかさそう、外なんか電車乗るのになんかちょっと嫌なんだよな、ダサいんだよな、なんか全体的に。なんか芋女っぽくなっちゃうから、いや髪色に合ってなくてさ、ちょっと嫌なんですよね。そう、せっかく髪染めたからさ、なんかちょっとこうかっこいいお姉さんでいたいんだよな。今は目を描いてます。これは目を描く作業です。アイシャドウね、前髪長いな。
と巻こう。今日はカラコンつけてないよ。地名です、地名。普通のコンタクト。カラコン高いからさ、なんかそんなに頻繁につけるとなくなっちゃうからさ、なんか人前に立つ時とかぐらいしかつけないんだけど。まああと気合い入れる時とかかな。まあでもいわゆるテストとかの時だと思うんだけど、テストとかオーディションとかだと思うけど、そういう時って、まあでも最近そういうの受ける機会ないからな。テストもオーディションも縁ないですからね。あ、何、メイク毎日やってんの偉いって話？コメント。そうですよ、まあ、私のメイクはね、多分ね、他の人と比べたらね、雑だし簡単ですよ。もっとやっぱみんなこだわり持ってやってる人が多いから偉いね。私は普通に適当に適当にチャッてやってるだけだから、そう簡単に見えるかもしれないけど、私よりもちゃんとここはこうキラキラさせてとかさ、そういうの意識してる人やっぱいるんです、いっぱいいるんです。だから私のをデフォだと思わない方がいいですよ。みんなもっとちゃんと偉いですからね。私はほんと絵描くようにやってるからさ、メイクも。もうなんかデフォ、なんていうの、影がこうつくからこうしてみたいな、こうすれば目が大きく見えるからみたいなので、そうそうそう、はい、ありがとうございましたよいしょよいしょ。私はほんとお絵描き、お絵描きみたいな感覚でやっちゃうな。アイライナーです。私の場合いわゆるファンデーションとかみたいなベースメイクを本当にやらないから、肌がね、荒れるのが嫌だからね。本当やった方がいいんだよ。そので撮影の時とかステージ立つ時はやるけど、別にそういうことないんだったらやんないから、基本的に肌がね褒められることも多いですからね。でベースメイクやっぱ時間かかるよね。前髪長、ちょっと後でまた巻こう。さっきの巻いたんだけどな。そう、グラビアもさ、もうすぐさあるじゃないですか。グラビアも一応ね、メイクあれしてるんですよ、ちゃんと。ただメイクさんがいてちゃんとナチュラルな感じのメイクだから、ヒノが普段やってるようななんかこう色がついてるメイクじゃないので、
なんかこう自然な感じになってるんですよね。そういうことです。センター分けだせ私。そうでももうすぐですよ。今日21だよね。234もうあと少しです。私もまだ見てないから楽しみ。いい感じ。うん、いい感じか。なんかいつもと違うな。締め色か。ティッシュスタッフのテンションでティッシュ、よいしょ。よし。これどうせ前マスクで落ちるけな。よし、ということで完成。三村ひなの完成。ちょっとまだ前髪とかはちょっとだいぶ目にかかるからもう一回巻くけど、これで三村ひなは完成です。ちょっとアホ毛隠そう。あれ、派手にしてる。てか唇乾燥してるな。よし。でっかでかになっちゃった。はい、ということで行ってきます。男女読みます。13位ひろしさん、12位シンチェロスさん、11位一田さん、10位音速の貴公子さん、9位三浦さん、8位ケイさん、7位太郎さん、6位不作さん、5位トシさん、4位栄太郎さん、3位あずきさん、2位新潟カズさん、1位ベロさん。ありがとうございます皆様。ありがとう、ギフトもありがとう。ということで皆さんもじゃあお仕事頑張ってね。平日月曜日憂鬱ですが頑張りましょう。それでは皆さん今日も一日お仕事学校部活家事育児その他もろもろいっ
頑張っていきましょう。行ってきます。行ってらっしゃい。バイバーイ。